斉藤、お前何しと何かあったのか。何やと。お前源さんのことまだ何も聞いとらんのか。井上がどうした。いや、そしたら豚所に行けや。行けばわかる。斉藤か。井上。何があった。ピストルで胸を2発、刀でとどめを刺された後、川に投げ込まれたようです。銀の獅子の仕業でしょうかね。ああ、知れたことだ。だからさっさと隠居させろっつったんだ。大した力もろくに剣も触れなくなってるって陰口叩かれてたからな。そんなことはない。源さんの腕はまだまだ衰えてはいなかった。きっと不意をつかれて抵抗することもできなかったのだろう。そうすか。じゃあやったやつ褒めるしかないってことか。ピストルを使ったにしろ100人を率いる6番隊の隊長を仕留めたんですから、ね、谷といい、鈴木といい、源さんといい、いや、弱い隊長を持った隊員たちはかわいそうなもんだよな。佐之助さん、それちょっと言い過ぎでしょ。何が言い過ぎだバカ野郎。長州やら金の方がまだまだのさばってんのに、新選組の隊長が3人もやられてんだ。松原も死んだ。最強新選組の名も地に落ちたってもんだろうが。俺らが今勤王派の志士どもに何て言われてるか知ってるか。幕府の府。俺らは幕府の捨て駒だって言われてんだ。捨て駒ですか。覚えてるか、土方さんよ。半年前だ。あんたは新選組に入りゃ旗本に取り立ててくれるっつったんだ。だから俺は最強の組織を作るために京に来た。それがなんだ。最近じゃ素性もよくわからねえ野郎まで隊長になってやがる。とにかく俺にとっちゃ上位やら勤王やら人中報告なんかどうでもいい。
これ以上新選組が舐められちまうことの方が問題なんだ。佐之助、俺は今日の町で飛車角になって暴れ回りてんだよ。だから俺に返しをさせてくれ。源さんを殺した犯人を捕まえるということか。そんなんじゃねえ。誰が犯人かなんて問題じゃねえ。今すぐ今日の町の宿という宿を攻めて金の獅子たちを根こそぎぶっ殺す。え？でもそんなことしたら源さんがどうして殺されたのか分かんなくなっちゃうじゃないですか。だからそらどうでもいいっつってんだろ。このおっさんの死を利用すんだ。隊長を殺された犯人を捕まえるって大義名分さえありゃそれでいい。それを理由に今日の町を制圧する。新選組の落ちた名を再び最強の門にすんのさ。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を生かして。おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃ。ちょっと待ってくれよ沖田さん。一番隊がやんのはかまねえ。だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ佐之助ちゃん。誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。はあ、お前は新選組の不や。そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。くそ、なんだだりゃ。不祥、いくら沖田さんとはいえあんな勝手が許されんのか。まあまあ落ち着いて佐之助さん。沖田さんがああいう感じになっちゃったらどうせ止められないんだし。とにかく俺は納得できねえ。こっから先は十番隊は十番隊で行動させてもらう。はあ、それにしても面倒なことになっちゃいましたね。どうするつもりなんですか副長。奴らが手当たり次第獅子たちを切りまくれば新選組の正気を疑われ、無論止めるしかあるまい。止めるってどうやった。斉藤君、君は沖田を追ってくれ。今の奴は何をしでかすかわからない。面倒を押し付けてくれるな。佐之助さんの方はどうします。簡単だ。あいつは掃除とは違って源さんの仇に対して恨みがあるわけじゃない。適当に酒でも飲ませて憂さ晴らしさせておけば落ち着く。酔わせて眠らせろって。平助、言ってくれるな。いいですよ、新選組で酒代持ってもらえるならいくらでも。頼む。はい。一つ聞かせてくれ。なんだ。沖田と殺された井上はどういう間柄なんだ。紫衛官以来の仲間だが。それを言えば山並圭介もそうだったはずだ。だが沖田は井上に何か特別な思い入れがあるんじゃないのか。特別か。確かにそうかもしれないな。教えてくれないか。うん、それは掃除から直接聞けばいい。そうすれば
君が追いかけてる李神流の謎に近づけるかもしれない。そのためにも掃除は君が止めろ。おそらく奴は源さんの死体発見現場に向かったはずだ。分かった。それはどこなんだ。伏見の屋敷町南の船着き場らしい。気をつけろよ斉藤君。今の掃除を止めるのは命がけになるかもしれん。斉藤君、源さんの場所は伏見。やっ。斉藤さん。山崎か。伊藤さんから伝言を頼まれましてね。参謀の伊藤が。伊藤さんもこんなところで新選組を潰されたんじゃたまったもんじゃないですからね。なんとしても沖田さんの暴走を止めてほしいと。それでことづてってのは。沖田さんは今ムクロ街で一番隊に招集をかけているようです。何？井上さん殺しの犯人に目星をつけたようで、何でも小無双を探しているとか。小無双？ご存じないですか。深い編み傘かぶってよく尺八吹いてる連中ですが。いや、小無双のことはわかる。そうじゃなくて、小無双が井上を殺したというのか。さあ、私にはわかりませんが。ですが伊藤さんは
とにかく一番隊の暴走を止めるように。斎藤さんにはムクロが。山崎。はあ？伊藤に伝えとけ。たまにはてめえも自分の足を動かせってな。いいでしょう。ですが一番隊の件。どうした？お前ら沖田さんが。何？この先へどうぞ。沖田が俺に話が。井上さん殺しと見られる。そのことで斎藤さんに。どういうことだ？私の口から。わかった。
え？起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が源さんやったっちゅうことだな。なんで俺が井上を殺さなきゃならない。お前らは小無双を追ってたんじゃなかったのか。ああ追ってたわ。せやけどもう追う必要あらへん。なぜだ。その小無双の正体はな、坂本龍馬っちゅう男やったからや。なんだと。金の葉の間じゃ有名な話らしいやないか。小無双の成りした坂本龍馬、最近京でうろついとるらしいの。その話本当か。土佐や長州の浪人どもを締め上げたら白状しやった。それにお前やったら納得や。あの源さんかてやられてもおかしない。待て、坂本龍馬は俺の他にもう一人いる。そのことはあんたも知っているはずだろ。知っとる。せやけど源さん殺す理由がお前にはある。理由？とぼけんなよ。お前が殺したんやろ。源さんが覆面の男やっちゅうことを知ってな。本当なのか、その話は。どこまでしらけるつもりや。お前本当なのかって聞いてんだ、大木さん。答えてくれ、大木さん。死の敵討つんは弟子の務め。真の理心流の奥義味わわせたるわ。真の理心流？何を言ってるんだ。さあ構えるよ、はじめちゃん。あんたが追い続けてきた天然理心流、最後の謎が目の前にある。勝てばわかるという話だな。来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。気合いや。行くで、坂本龍馬。せいや。はっ。
負けたん。井上を殺したのは俺じゃない。おそらくもう一人の坂本龍馬だ。沖田、覆面の男が井上だったってのは本当なのか。その前に一つ教えてくれや。どうやった、わしの離心流は。俺が追っていた離心流だった。立ち筋、技、間合い、全てが一年前感じたもの。覆面の男そのものだった。そうか、それを聞いて安心した。これでようやくわしはあの人に追いつけたっちゅうわけか。師弟の間柄なのか、あんたと井上は。そんなもんやない。わしにとって源さん、いや鴨さんは。久々に聞くな、その名前。勇ちゃん、そろそろこの人に本当のことを打ち明ける時が来たようだぜ、五郎ちゃんよ。今度斎藤をはじめさんよ、あんたに全てを教えてやる。天然離心流の謎、それに。悪いね、話が話なんで場所を変えさせて。でもここならあんたのことを気兼ねなく龍馬さん。それで一体何なんだ。かれこれ1年以上前のことになる。ちょうど新選組が身分、その頃俺たち身分浪士組には、俺の他にもう一人の、確か芹沢。ああ、裏の世界、つまり影として。影。身分浪士組は将軍様の上洛警護を目的とする幕府お抱えの組織とし、俺が率いる司令官から近藤、土方、山並、沖田、長倉、芹沢率いる水戸藩から芹沢、鴨、平山、鴨に五郎。血がついたようだな。そう、井上源三郎、沖田総司、そしてこの三人はすでにこの世にはいねえ。芹沢、鴨、平山五郎、平間重介。そう、なんだと。そしてそのすべてはあの吉田東洋の。どういうことなんだ。一年前のあの日、ずいぶん早いお帰りで。起きた。それに井上、長倉局長、土佐での一仕事お疲れ様でした。
何の話だ。カモさん、あなたが水戸藩にいた頃からこうした闇仕事を受けていたことは知っています。あなたがあの総集ラッパ風魔由来の剣術水戸天狗流の宗家ということもね。俺の素性を知った上で土佐から戻ってくる時を狙って待っていたというわけか。近藤さんはあなたたち水戸組を優遇しすぎて今日の道場で偶然知り合った罪人同然だったあなた方を身風浪士組に温かく迎え入れた。その剣の腕を買ってね。だがこのままでは司令官一派の我々の立場が危ぶまれる。やめろ。まさか身内で殺し合うつもりか。ここにいる我々三人はあなたを身内と思っていませんよ。起きた。安心してください。平山と平間は薬でぐっすり寝かせておきました。あなたを殺した後でちゃんと後を追わせますか。芹沢かも、覚悟。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿、さすが水戸天狗流。掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうか、どうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、カモさん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。カモさんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、カモさん。総司たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ない。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。
沖田総司は浪士組一の剣豪として金の志士たちの間でも名が通ってる。この身分浪士組の顔とも言うべき存在だった。その総司が切られて死んだとなりゃ浪士組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免、幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ五郎十助。俺は非情な人間でね、愛弟子が死んだってのに頭ん中は浪士組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。なんやと。俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分浪士組を作ったんだよ。でそれを実現するにゃあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。そうしてその日から芹沢鴨は井上源三郎に、平間重助は長倉新八に、そして鴨さん最後の仕事吉田。1年前に以来俺たちは名を芹沢鴨が乱暴狼藉の末粛清されたという噂を流し、浅木色の沖田総司っていや美少年で通ってたから、そこの五郎ちゃんにはこの面で自分を美少年と言い張らせたもんだ。そして万が一にも秘密が漏れぬよう体を脱するは死罪。あのハットのことか。ああ、いつの間にか新選組全体の掟になっちまった。近藤、土方、山波、東堂、そして水戸軍。そうだったのか。俺は鴨さんの剣術水戸天狗流をどうしても新選組に取り入れたかった。だから鴨さんが源さんになった翌日から自衛官出身者は皆天狗流の師。そして俺はその剣を天然理心流と改称し、そうすりゃ強さを求める手だ。結果7人しかいなかった組は急激に。じゃあ俺はあんたの仕掛けた理心流の風潮、はあ、でもその結果あんた人生とは何があるか分かる。龍馬さんよ、そしてあんたが追いかけてた覆面の男の正体、それきっとカモさんははじめちゃんに対して後ろ、池田屋で松原がはじめちゃんの秘密をばらそうとした時、背後から突然切ったんも、せやなかったらあのカモさんが敵を後ろから。井上は俺の目的を知りながら新選組にとカモの恩返しっちゅうとこやな。どうだい、正直まだ釈然としない。水戸藩経由で頼まれたらしい。仕事を成功させたら俺らの。水戸藩からだと。それは分からん。最後までかも。それじゃあ俺はこれから先。龍馬さんよ、もし今吉田東洋の殺害を。分からない。なんだ。俺は復讐がしたかったんじゃない。その言葉を聞けて安心し。
今のあんたならこれから俺が、うん、どうして俺があんたが本物の坂本、そしてもう一つ、鴨さんに吉田東洋殺害、例の小無双の坂本、ああ、そして今になってやっ、おそらくは吉田、クソが、驚くのはまだ早い。今寺田屋に、寺田屋はあんたの定宿らしいじゃねえか。つまり二人どうなっとるんや。以前からたびたび坂本龍馬今日で活動する時の拠点の一つなのかも。とにかくそこで今伊藤さんと武田の五番隊が寺田屋に踏み込むつもり。せやけど連中の手に負える相手やないで。ああそうやすやすと。もしここで取り逃がせば、龍馬さん、いや斉伊藤や武田より先にもう一人の龍馬を捕まえねえと。あんたが追いかけ、分かった。近藤さん、ん、全てを教えてくれてありがとう。そうかい、ならよかった。ああ、ほな行くで。この間のよかったな。おっと、おっと、決まったのか。迷う寺田屋に行くで。ほな行くで。何すんねん。はじめちゃん、ちょ、待ちや。おっと、そんなに急ぐな。誰か知らんけど、斉藤君、君も来ていたのか。伊藤、この寺田屋に井上さん殺した坂本龍馬という土佐者が潜んでいる。今から踏み込む。ああ、分かっている。だが君は必要ない。この件は私と武田の五番隊でやらせてもらう。何だと。君は新入りの隊長だ。先立ての池田の一件しか。それはとにかく余計な手出しは結構。いや、ここの沖田君。まあ聞けや伊藤班。今さっき局長と応対。ああ、局長が。なんや、引退の相。何、わしもようわからんけど、あんたを豚書に呼び出すよう仰せつかった。ここの試験はわしに任せる言うてな。出任せじゃないだろうが。沖田君、言うまでも。別にええで。せやけど副長に次期局長の座を奪われたくないんやって。私は豚書に行く。助かった。伊藤は何より局長の座を狙っとるからな。それより
邪魔者はおらんようになったで。ああ、なんや。踏み込む前に寺田屋の女将と女中を長いこと世話になってる。気持ちはわかるがしゃあないやないか。裏口から回ってどうにか合図を送れればいいのだが。なあ、面倒やな。わしはもっと正面からババッと踏み込む。わかった、せやったらそれでええな。ああ、大丈夫だ。ほな行くで。こないな時間に風呂か。音がしている。はじめちゃん、覗いてみる。どうや、誰かおるか。誰、誰かおるの。俺だ、おるよ。はじめさん、そんなとこで何してんの。聞いてくれ。今この宿を新選組が囲んでいる。え、坂本龍馬って客が来ているな。2階の客間か。せやけど、なんやの。もうすぐ新選組がここへ突入してくる。お前は静かに、おかみさんたちを連れて寺田屋から逃げろ。坂本さんを新選組が。詳しい話は後だ、急げ。行ったようやな。よし、そしたら行こうか。はじめちゃん、お逃げください。坂本様、新選組が来ます。はよ、ここから逃げて。あれはお涼の声。どういうことだ。迷うてる暇はない。もう行くしかないで。おもろなってきたやないか。行くで、はじめちゃん。ああ。
二人でわしらの仲間を、なんちゅうやつ。お前が坂本、坂本先生。お前がもう一人の坂本龍馬なのか。誰なんだお前は。お前の目的は何だ。なぜ俺の名を語る。答えろ。お前がおやっさんを殺させたのか。そうなんだろう。なんとか言え。カモさんの仇や。
んやと？はじめちゃん、窓や、窓から逃げよった。おうで、はじめちゃん。はじめちゃん。まさか兄弟が。踊るな、そこ動くな。見回り組の佐々木か。何の用や。こないなとこで何しとんねん、お前ら。見たらわかるやろ、不定浪士の取り締まりや。ほう、そりゃご苦労なこっちゃな。せやけどこっから先は見回り組が預からせてもらう。なんやと？聞こえへんかったんか。坂本龍馬は見回り組が預かる言うとんねん。な？なんだと。これは幕府ご公儀の命令や。これ以上坂本龍馬の件、新選組の手出しは無用。ふざけんなや。坂本は新選組の幹部殺した男や。それを手出し無用とはどういうことやねん。さあの、文句があるんやったらお上に言うたらどうや。わしらに命令した幕府のお役人に。おい、あ、誰なんだ。見回り組にその命令を出した役人ってのは。ふん、幕府軍官奉行並み勝林太郎や。勝林太郎。余計な詮索はせんこっちゃ。その方がお互いの身のためなんとちゃいまっか。謎だらけの三番隊隊長さんよ。しかし見回り組に邪魔されるとは思うてもなかったな。どないしたんや、さっきからよ。いや、なんでもない。うん、やってくれたな、お前。おう、伊藤藩やねんか。とぼけんな。近藤局。ああ、何やそれ。バカにしとんのか。悪い、お前の嘘のせいで。そない言うんやったら五番隊もの伊藤藩に尻尾振ってついてったくせして。何やと、我舐めとんのか。まあまあ落ち着いてたけどさ。何や兵さん、お前ど。別に俺はどっちの味方でもないですよ。たなら伊藤さんが局長になった方が。平助。もういい平助、こんなバカ相手にしててもらちが上がる。いいか起きた、これだけ覚えておく。俺が新選組局長になった暁には子さんだろうが、俺の方針に従わねえ奴は全員粛清する。いいな。あんたもただの狂犬で終わりたくなかったら言うぞ。
頼ます。仏さんに使ったって聞いたけど。はじめさん、おかえり。あのなあ、後でお部屋にお料茶。本当のことを教えてくれ、オリオ。なんで坂本龍馬を逃がした？それはお客さんが追われてたの、助けよう思ただけや。だが下手すりゃお前も坂本を助けたと新選組に切られていたかもしれない。自分の命張ってまで助けるような客なのか、坂本龍馬は。そうよ、うちは寺田屋のお客さんが新選組に狙われてる言うなら誰でも助けます。それが寺田屋で働く者の務めです。そうか、それならいい。俺はここを出ていく。なんで？俺も新選組の一員だ。俺がここにいれば新選組のことをそこまで憎んでいるお前を苦しめるだけだ。いや、それは。世話になった。もうええんとちゃう、お涼ちゃん。そろそろほんまのこと話してくれてもええんやないの？おかみさん？あんた、なんか隠してるやろ？そろそろうちにも教えてくれへん？どういうことなんだ、お登勢。実はお涼ちゃんね、はじめさんを追ってこの宿に飛び込んできたんよ。ね、お涼ちゃん。俺を追って？せや、斎藤はじめさんいうお侍さんの世話をさせてほしい言うてね。てっきり最初は片思いでもしてるもんやと思っとったけど、どうもそれだけやないみたいでね。はじめさんが出かけた後追いかけて行ってみたり、部屋の様子を掃除しながら調べたりしててね。なんか目的があって近づいてきたんやと確信した。どういうことなんだ、お涼。さっきの坂本龍馬はんとなんか関係があるんとちゃうか、お涼ちゃん。あんた、はじめさんのこと好きなんやろ？離れ離れになりたくないんやろ？せやったらちゃんと話した方がええ。好きな人に一生疑われたままやったらそない悲しい話はないでな。わかりました、お話しします。
うちは寺田屋に来る前から勤皇派に協力していた女です。最初は些細な町の噂とかそういうのを坂本さんのお仲間に教えたりしてました。それが勤皇のお役に立つからっていくらかお金を受け取って。うちには今も床に伏せている母がいます。その薬代に当てるためでした。でもある日、次からは斎藤はじめいう人のそばに行ってその人の行動を知らせてほしいって言われたんです。坂本龍馬にだな。あなたがいつどこに出かけるのか、誰と会ってるのか、寺田屋の女中として分かる範囲でいいから報告してくれって。うちもそのくらいならええと思ってました。あの夜までは。これお涼ちゃんを雇った日に寺田屋に置かれていったお金。誰が置いていったかもわからんかったけど、多分坂本さんやったんやね。うちがお涼ちゃんを雇い入れたことへの見返りとして。坂本龍馬とはどこで知り合ったんだ。もともとうちの父が勤皇の活動家やった。それが幕府の役人に捕まって何人にも囲まれて切り殺。その後京に登ってくる坂本さんは、そしてお金に困る。はじめさんに言うてもせんない話やけど、侍同士の争い、お涼ちゃんかて巻き込まれたくて巻き込まれたんとちゃう。女一人母親背負って生きるために。おかみさん、お涼、もう一つ聞かせてくれ。わざわざお前を使って俺を監視してた坂本龍馬がなんで今日になってここに現れた。いずれ俺と鉢合わせるのは目に見えていたはずだ。それはうちにも分かりません。せやけど坂本さんは今日でやらなきゃいけない仕事がある言うてた。うちが聞いたんはそれだけです。今日でやらなきゃいけない仕事。なあはじめさん、これからお涼ちゃんをどないする気。もうええです。おかみさん、覚悟はできてます。はじめさん、見損なったでしょうちのこと。いや、俺にはそんな資格はねえ。俺もあんたらを騙していたんだ。名前を偽っている。俺の本当の名は坂本龍馬なんだ。え、それってはじめさんが坂本龍馬。でもそれやったらうちが会うた坂本さんは。そいつは俺の名前を語っている偽者だ。俺の恩人を暗殺させた黒幕で、口封じにその刺客を殺した。長崎ではイギリスの武器商人とつながっているらしい。そして
明智半平太と同じ火傷を背中に背負っていた。でも武市さんって。わからねえ。兄弟は土佐で腹を切って死んだはずだ。それにあいつにはおやっさんを殺す理由もない。俺にももう何がどうなってんのかわからねえ。はじめさん、富士の太田、坂本龍馬に会いたい。何？もし会いたいんやったら、新選組の人でうちと同じように坂本龍馬とつながってる人がいるの。その人を捕まえればもう一度坂本龍馬に会えるかも。誰なんだ？その人は。山崎進。山崎進。あいつが。